では始まりました英語でワンピース、ね今回は60回ということで、ねから、ある英語表現を紹介していきたいと思います。まあ、60巻というか、ね、一番有名なのは、まあ、ファンだったら見てますよこいつでしょうね、やっぱりね、仲間がいるよってやつですね。このルイ点々がついてるやつですね。うんですが、まあ、そこはね、あんまり面白くないので、まあ、ちなみに仲間って言って仲間が出てくるんですね。I have my crew という形で、出ていますね。まあ、いるっていうのが、まあ、I have って言って、仲間のところは crew になっています。で、まあ、これはそこまで面白くないので、じゃあどういう表現を紹介するかっていうと、今回ですね、まあ、もう一個ね、このサボが残した手紙の場面が出てくるんですけど、そこに、まあ、この日本語版には出てない表現がね載っているんですよ。はい、そこがここですね。この to boot っていう表現なんですね。Luffy is still weak and a crybaby to boot って書いてあるんですけど、うん、泣き虫なんですけど、このね、弱くてルフィのやつはまだまだ弱くて泣き虫だけどっていう風に書いてあるところなんですけども、そうなんですよ、ここ、何なのか、この to boot っていう表現なんですが、この to boot っていうのは実はですね、besides とかですね、その上っていう意味です。だから弱いし、その上 cry baby、ね、泣き虫だけどねっていう風に、言ってる表現です。この boot っていう表現ですね、あの boots とは違うんですよ実は、ね、おまけってやつで、もうほぼほぼ使われていない表現ですね。で、to boot っていうセットフレーズで、その上ねってやつです。で、語源調べてみると、この boot っていうのは、英語で言うと、この better とか、best、ね、これなんかと同じになるっていうかですね、そのより優位であるとかっていう、ところから来た表現だそうです。はい。まさかこんなところが、こんな表現が出てきてですね、better とか best なんかと繋がるんだなっていうのはちょっと面白いなっていうふうに思いました。まあドイツ語とかでいうとこのベッサーね、ですよね。面白いことに、もともとグッドっていうのと、まあ、ベッターって全然形違うじゃないですか。そう、これだからもともと別の単語だったんですね。このだからベッターの、もともとの言及の形ですね、の単語っていうのが使われなくなっちゃって、で、別だった、別にあったそのグッドっていう単語ですね。そいつがいいっていう意味での、この主流になって、で、この、全く別語源のがですね、が合体したっていう、合体したというか同じグループになったグッズの比較級がベターで、グッズの最上級がベストになったっていうですね、歴史的にはすごく面白いやつなんだよね。なんで、こういうこともこの表現から学べる。まあそういうのって意外にありますからね。あの Go の過去形がウェントになったとかもね、これ Go とウェントって全く別の単語ですからね、もともとね、それが、合体したというか同じグループになったっていう、不思議な、変化を遂げる、例になります。はい、こんなこともね、ワンピースから学べて面白いなと思いました。はい、高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.